河野防衛大臣はイランの国防大臣と初めて電話で会談し、緊張が高まる中東情勢について建設的な役割を果たすよう呼びかけました。この地域の安定は日本のエネルギー保障にダイレクトに関係があることだということは申し上げました。日本とイランの国防当局間のトップが会談したのは初めてです。その中で河野大臣は緊張が高まる中東情勢に強い懸念を示した上で、地域の安定に向け建設的な役割を果たしてほしいと伝えたということです。またアメリカがイランの関与を指摘しているサウジアラビアの石油施設の攻撃や、アメリカ主導の有志連合構想についても話題に上がったということです。